カズさんがキーパーの吉田抜いて無人のゴール蹴ったのね。それ俺は嗅ぎ出したから、だから認めないよってことで。そういうわけじゃないけど、オムさん G リーグ、ね、開幕当初からこうやってきて、外国人も含め日本人も含めオムさんが対戦した、ベストで一緒にプレーした、一緒にプレーした対戦した代表を。難しいなぁ、3日くらい欲しいね。2日前に取るやつですね、酒あげる前に。いっぱいいるね、同じチームメイトって。じゃあちょっと面白くないじゃないですか、せっかくいろんな選手とやってるので。フォワードの選手がいっぱいいるなっちゃう。フォワードがね、多すぎますからね。ファイブトップとかですけど、ファイブベストイレブンね。まあ全然あのフォワードでもいいですけどね。フォワード、はい、まあ、さっきエメルソンでしょ、はい、もうラモン・ディアスでしょ、エムボバ、それこそ裏にいたエジミルソン、あエジミルソンね、はい、新潟から来た、新潟から来た、はい、もうすごかった。うーん、ジーコいや、ジーコは確かにすごかったな。ストイコビッチ、ストイコビッチ、もうハードばっかりよ。いやもうそりゃそうですよね、実際やってもうベストイレブン云々じゃないですね。いやもうそれだけいい選手が、サンパイオ、あーはい、セザーサンパイオ、ジーニョとか、俺サンパイオの家まで行ってるから。そうなんですか、広島で一緒にプレイしてたら、オフに行きたいっつって。サンパイオはどこなんですか。サンパイオじゃあまだ行きやすくてよかったですね。サンパイオ、そう、そういう中じゃなくて、そうマンションの最上階結構に2つ、その下の2つ爆買いして、サンパイオも良かったね。そうですね、いい選手、そりゃ。日本人はどうですか、日本人は。日本人基本認めたくないから。ごめんなさい、ね、性格悪い。そうなの、フォワードでもカズさんとは認めない。いや、ごめん。チャンピオンシップで、はい、カズさんがキーパーの吉勝抜いて、無人のゴール蹴ったのね。それ俺は嗅ぎ出したから。おお、だから認めないよってことね。いや、そういうわけじゃないけど、なんかあんまりカズさんとこう一対一になった場面、どっちかというと武田さんの方が多かったんで。武田さんそこに入らないです。武田さんは、まあ、対戦結果を見ていただくと分かるように、はい、こっちが勝ってるからね。ということは、ま、いいです、その対戦も勝ってるっていうのを理解していただいたら。中山さんも、中山さんも、うん。そうだね。いや、まあすごい、すごい、すごい人、もっとすごい人。認めるよと。すごい人。福田さんは、遠い見てるから。いや、いけばっかだろう。いやいやいや。でも、外国籍選手の方が、そう、まあ、やっぱ強烈だしね。そう。そりゃそうですよね。もう、すごすぎて、なんかそっち見ちゃってるから。サルナスもすごかったね。いやちょっともう年齢的にはちょっとあれなんだけど、はいはい、そうですね、まあ、あの大きさの収め方というか、それでも点取れるっていう、はいはい、自分が今どんな状態かにもかかわらずちゃんと結果を出し続けるところが日本人にないところ。いや、そりゃそうですよ、だってもうワールドカップで勝ち上げした人ですからね。僕もうラモン・ディアスはちょっと衝撃でしたね。メディアベージュはなんか分かりやすいじゃないですか。いや、すごいんだよ。はい、分かりますけど、でもすごいラモン・ディアスは、まあまあ、僕が小学校の時に見てたマラドーナの世代のね、この人が来て、実際どうなんだろうって、対戦するまで分かんないじゃないですか、僕らって。まあ、同じチームの人は分かるけど、94年間、あの時に、張さんですよ、張喜寿さんが対応するんですけど。ラモン・ディアスのこうキックインでも全部こう反応する調査。左足だっていうのが分かってても、いや、まあ、そう、分かっててもね、やっぱ引っかかる。で、まあその時負けたんですけど、試合終わった後に堀さんが調査に、お調、なんなのコサックダンス。あれさ、ラモン・ディアスのさ、あのキックフェンに全部合わせてお前、こっちからコサックダンスしか見えないんだよ。っていうの。ポロって言ったんですよ、張さんが。いや、でもやばいっすよ、みたいな。どうしようもないっすよ、みたいな。
だから小作ダンスじゃねえよみたいな。みんな本当小作ダンスだったわ。調査必死でこう合わせて小作ダンスしか見えない。確かに小作ダンスだったわっつって、で僕は対応しないじゃないですか。でもオムさんと対応するわけじゃないですか。独特のそのタイミングなんでしょ。取られない、ボール取られない、取れないし取られない。ボール回しからもう絶対中に入んない、絶対、うん、絶対取られない。そこですよね。そうやっぱ結局うまいっていう、うまいうまい、うん、アルビレス監督もうまかった。あーボール回しもう練習前に40分ぐらいボール回しするのね。まあ多分ミシャもそうだったと思うんだけど、もうセンターサークルでみんなで、で3人ディフェンダーが入って、もう一緒に監督も入ってやるんだけど、絶対ボール取らない。うまいんでね。うまい。だ僕重達さんと仙台ちょっと一緒だったんですけど、重さんと飲んでる時に、いや小野伸二はやっぱうめえんだよと、あいつ入ってた時に、あこいつすげえなと思った。ただ和志さんほどうまくないんだよって言ってましたからね。あやっぱ一緒にやったね、多分重さんからすれば、松永さんからすれば小野伸二うまいのは分かるけど、木村和志もっとすげえよみたいなのあるんでしょうね。多分今だったら川本さんがいれば日本また違うかもしれないし、川本さんがそういうものを持ってたわけじゃないですか。俺初得点したのがカズさんからのコーナーキック、うん、要はプロになって初めてゴールしたのが、はいはい、カズさんで、ここに欲しいなっていうところに来る人はやっぱりカズさん。そうですね。で、ビスコンティ、ビスコンティその次はあシルビーニョ。シルビーニョ、まあ、ごめんなさい、その間にいた中村俊輔でしょ。で、シルビーニ仙台シルビーニ。俺ほんと点取るときにそういうキッカーがもう全部共通してる。基本的にそのキックのうまさがある。もうここに自分が欲しいっていうところの場所を全部その人たちは多分分かってる。で、そういう人たちからのボールはやっぱり他の人のキックに比べると全然やっぱり物が違ってた。ベストイレブンじゃないけど、なんかまあそういう、あいやいや、それはでもそれってすごいじゃないですか。もう本当に世界に名だたる選手たちじゃないですか、ある意味。今の選手ってやっぱそこまでの選手が、まあ、彼ら来てるわけでもないし、うん、まあ、いい選手は来てるけど、なんかそういう意味では J リーグ始まった頃いい経験ですよね。そういう人たちをやれたっていうかさ、ワールドカップで戦った人たちと実際やって経験値もそうだけど、今は選手が出てってるから、ね、そうですけど、かなり鍛えられたね。そうですよね。特にディフェンダーが一番鍛えられた。鍛えられた。で、今そこが問題ですよね。国内のディフェンダーたちが、もしかしたらそのフォワードが強烈すぎないですかね。ですよ。だ当時ね、そのラモンディエスだったりそういう経験ができたところを考えると、国内のセンターバックがなかなか、そういうだからもうみんな海外に行ってそういう人たちと対戦するんじゃない。特にディフェンダー後ろの人たちはね、まあ日本にとどまってたら難しいかね。そういう人に大野さん、なんか海外行きたいなって思ったことありました？もうそういう時代じゃなかった。いやもう時代じゃなかったのともう5年はかかったら全然スペインでも通用したよっていうのに、アントニオ・デラクルスには言われた。あのまあ彼が辞めてスペイン帰るときに、うん、まあ送別会みたいなのだったんだけど、もう5年若かったらお前多分スペインで今やりそう、まあ、時代ですよね。そこはね、時代ね、うん、褒め言葉で言ってくれたかもしれないけど、うんうん、いや僕本当、まあ、スペインの2部リーグでしたけど、2部の本当3部から上がったばっかの2部リーグのチームだったんですけど、 J リーグでレギュラーやったやつは全然通用します、うんうん、ただ外国人枠ってなっちゃうと、はい、ちょっと厳しいかもしれないですけど、普通にプレスだったら全然やれる、僕レベルでもやれるなと思ったし、ただやっぱり助っ人的になるとブラジル人、アルゼンチン人ってとこと比べられちゃうとちょっと難しいなってあるかもしれないですけど、まあ、時代はね当然変わったわけですけど、そうやって切り開いてくれた人たちがいて今のね選手たちがいますから。いやいや、そうなんですね。過去の話ですね。いやいやいや、過去の話にすがっていきましょうよ。横さんはじゃあもう次会うときは、あの立正大湘南の監督になってるっていうかもしれないね。引退して20年経ってますけど、シュートの精
ろう。